午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校吉見高校スクールオブ PM6、 あなたの心が中キャッチケンジブチでーす。さあということで吉見高校スクールオブ PM6 2020年最後の放送、ケンジブチが一人でお送りしていきます。この番組はサーラカード株式会社ウフォラボ平松食品の提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。いや年末ですよ、感じる年末、全然感じないんだよねっつって、何なんだろうなこの年末感じないのって。なんか毎年毎年っていうね、あなんか年末来たなとかいろいろ感じるんだけど、今年に関しては謎にすごい年末感がないってね。昔ね思い起こせば小学校中学校高校の頃はね、年末のあのワクワク感ってすごいあったなと思うんだけど、ケンジブッチも今年で30歳になり、30歳になって気づきました、年末に別にワクワクはしないっていうね。なんであら年末ワクワクあんなしてたんやろな、やっぱ冬休み入ってたっていうのもあるのかな、お年玉かな、あとクリスマスかな、まあいろいろとね謎は多いんだが、ケンジブリッジは年末ギリギリまでずっと働くっていうのもこう10年ずっとやってるからさ、それはもうワクワクはしないよねっつって、もう年末はないよねっつって。12月の31日土曜日夜10時から年を越した12時半までケンジブリッジ年越しのカウントダウン番組やりますんでね、ラジオ聞いてる方ぜひとも番組聞いてね、今日のメッセージテーマでもあります2022年振り返って、これねあのカウントダウン特番も同じテーマになってるんでね、今日送ってくれる人もぜひともまた同じ内容送ってくれてもいいと思うんでね、メッセージ送っていただきたいなと思います。ということで今日の吉見高校スクール PM6 は、2022年最後の放送、2022年を振り返って、あなた今年どうでしたか、今年の1年点数つけてもいいし、自分のニュースでもいいし、世間こんなニュースが気になったでもいいし、いろんな内容を送ってほしいなと思います。さあということで早速今日はね情報盛りだくさん、まあ冬夏でいうと野球の甲子園がめちゃくちゃこの番組話題になってますが、高校生の大会この土年末にたくさんありすぎる、今日喋りきれないんじゃないかなっていうぐらい、あります。今日ですね、あ昨日だ、今バスケ高校生のバスケの大会ウィンターカップが開催されておりまして、この愛知県からは中部第一、まあ、名古屋の方の春日井かなの方の高校と、豊橋の桜ヶ丘高校がこれウィンターカップ出場しておりまして、桜ヶ丘昨日試合ありました。惜しくも3回戦で敗れるってそんな結果になったみたいですが、まあ本当バスケの強い桜ヶ丘高校、あともう一歩でこれ勝ったら確かベスト8だったはずだから、来年に期待かなっていうそんな感じの情報が飛び交っております。昨日の試合相手は静岡の代表の藤枝明誠高校、東海対決でちょっと負けてしまったよという悔しい結果になったみたいですが、まあバスケ部桜ヶ丘、まずとりあえずねウィンターカップに行って3回戦まで行ったことにまず拍手を送ってね行きたいなと思います。ぜひとも皆さんラジオ聴いてる皆さん拍手を送ってあげてください。こんな感じでねウィンターカップはね決勝戦もね今週末続くなのかな、ちょっと日程あんま把握しなくて申し訳ないですが、あります。でももう一個あるの大会、この地元の高校が出場してる、25日のクリスマスの日に、駅伝の全国高校大会がありました。これね女子が愛知県豊川高校が代表で出場して、まあ、結果は19位だったよということですが、まあ本当激走したということですね、まあ、期待を背負われた中での19位、まあ、豊川高校って言ったらねもっともっと上に行けるね高校ではありますが、今回はこれがベストだなと思うんで、そんな豊川高校にも拍手を送って今日はオープニングトークでしていきたいなと思います。学生応援プログラム、いろんな学生の成果をお伝えしていくそんな放送になっています。メッセージ、FM プラプラのアプリから、Twitter ではハッシュタグ PM6、やしみ高校公式インスタグラムの方でもコメント DM でも大丈夫です。いろんな方法で番組参加よろしくお願いします。新時代はこの未来だ、世界中全部変えて
しまえば帰ってしまえば。さあということで今日の吉野見高校は今年かかりまくった曲紹介していきましょう。吉野見高校内で年間1位となった今年の曲です。まあ本当この番組以外でもね年間1位じゃないかなと思うそんな曲です。ワンピースフィルムレッド主題歌アド新時代。邪魔もの嫌なものなんて消してこの世とメタモルフォーゼショーゼミュージック君が起こすマジック。目を閉じれば未来が開いていつまでも終わりが来ないようにってこの歌を歌うよ。 You wanna be リアル圏ギリギリ綱渡りみたいな旋律認めない戻れない忘れたい夢の中に刺して I wanna be free 見えるよ真実体が世界のゴールへ最後よ You are 新時代はこの未来だ Sky is there さあお送りしてます。今年吉野見高校スクールピームロックで一番かかったナンバーアード新時代、ワンピースの映画の曲となって紅白にも出場するっていうねあのアニメーションが流れるということでどんな感じなのかとても楽しみかなと思います。まあ、本当今年1年はね、まあ、新時代というこの曲があるように、まあ、世間的にも個人的には新時代がめちゃくちゃ到来したなって思うよね。まず1個なのよね。まず1個めちゃくちゃ新時代、千葉ロッテマリーンズ、千葉ロッテのファンクラブ会員が選ぶ2022年のマリーンズ MVP っていうのがついさっき公開されまして、これがすごい新時代到来をあの表すラインナップとなっております。まず先発佐々木朗希、キャッチャー松川虎、これがもうあの完全試合やったコンビ、もう松川虎は高卒1年目ですよね。で佐々木朗希も21歳、ギネス記録になってますから一番若いバッテリーで完全試合やったっていう。で中継ぎが東條、抑えがオスナ、オスナ行っちゃったな。でファーストが山口浩輝くん、セカンドが中村翔吾キャプテン、ショートが茶谷、サードが安田で、レフトが荻野、センター高部、ライト山口浩輝くん、そして DH 山口浩輝くん。山口浩輝くんの存在がでかすぎるなっていう千葉ロッテ。これねメンバー全員ほぼほぼ20代なんでね、千葉ロッテマリーンズはあの若返りがしっかり進んでいるそんなチーム、新時代到来しているチームなんで、今年は5位だったけど2023年は1位を目指して、千葉ロッテマリーンズ全力で応援していきたいなと思っております。ピッチャーもジョニー黒木が帰ってきたし、二軍監督にサブローさんも帰ってくるしということでね、新時代の千葉ロッテも応援していきたいなと思います。お送りした曲アドは新時代。1時間目、はい1時間目です、よろしくお願いします。吉野見高校スクールオブ PM6、 今日のお相手はケンジブリッジ一人でお送りする年末最後の吉野見高校スクールオブ PM6、 2022年最終回。さあということで出席確認忘れておりました、出席確認取っていきましょう。ツイッターの方でハッシュタグ PM6 とつぶやいていただければ出席いきます。ゴキブリさん、オノチン、ノーマン、パンちゃん、哲也、奥さん、というかのりくん、おいっすかな、以上のメンバーとともにお送りしております。まだまだたくさんの参加お待ちしております。奥さんのつぶやきで今日はサスケもやってますねっていう、今日サスケやってんの、サスケってめちゃくちゃ思い出がありすぎて今日語り始めたら2022年振り返る放送というよりサスケの放送になっちゃうけどいいのかな、めちゃくちゃ話してえな、やめとこう、やめておこう。今日のメッセージテーマは2022年を振り返ってってなってるんでね、ラジオ聞いてる方はぜひともツイッターでハッシュタグ PM6 でつぶやいてもいいし、アプリから送ってもいいし、インスタグラムの方のコメントでも大丈夫です。いろんな方法で参加してくれたらなと思います。サスケかちょっとマジ喋りてえな、どうしようかな。あのサスケのさ、ミスターサスケの山田さんっておるやん、
山田勝美さん、エンジブッチね、あの人生で初めて芸能人と写真撮った、芸能人というか有名人と写真撮った相手がその山田勝美さんやで。小学校何年かな、4年生かなの時に、あのそれこそまだオリックスがブルーウェーブの時代だったのかな、神戸の球場に野球見に行った時に、夏休みめちゃくちゃガタイのいい人がおるぞってなって、筋肉もりもりで筋骨隆々で、ビールの売り子、ビールのあの背負ってて生ビールになるやつで、缶でも持ってて、あの人一人だけ二人分の働きしてるぞってなって、すごい気になって、あえてあの人が来るのめちゃくちゃ待って、ビールを背負ってて、あの持つのはジュースだったから、エンジョチはコーラを頼むためにめちゃくちゃ待って、で近づいたら近づいたで、この顔、このおっさんどっから見たことあるってなってあの筋肉もすごいんですけど、なんかサスケの人ですかって聞いたら、そうですっつってね、まさかのビールの売り子しててさ、今さあのビールの売り子でなんかめちゃくちゃ人気になって、まあ、女優になるとかあのモデルになるっていう女の子めちゃくちゃ多いけど、その辺の流れの一番の走りはサスケの山田勝美さんやからね。ビールの売り子で多分あの人めちゃくちゃ儲かってたと思うんだよね。絶対そうだよあれは。健常値もテンション上がりすぎて、あの写真撮ってくださいっつってね。いや今でも思い出だねあれは。周りの人はね、健常値が言ってから気づいて、健常値相当その山田勝美さんのファンだったから、めちゃくちゃ嬉しくて、周りの人それで便乗してさ写真撮ってきてさ、今ケンジブリッジがツーショット撮ってる時間じゃんみたいな、ちょっとおっちゃん入ってこないでよみたいな、謎なおっちゃんとケンジブリッジと山田さんのスリーショットっていうね、ふざけんなよっつってね。うん、サスケね、今日その山田さんが出てるとかどうとかのやつだよね確か。もう最近サスケ見てないもんで、あれわかんないけど、めちゃくちゃ見てサスケ今から。いや仕事をしてね、これラジオ喋りながらそんなこと言うのすっごい申し訳ないけど、めちゃくちゃサスケ見たい。ツイッターではね、哲也がケンジさんもサスケ挑戦してみてはって、ケンジうち筋肉がないからダメだね。あとサスケってやっぱ背のちょっとちっちゃめの低めの体重軽めの筋肉マンがあのやっぱ勝つから、あれはちょっと重量級、ケンジうち筋肉つけたら180オーバーの身長だからヘビー級に値しちゃうと思うから、なかなか厳しいよね。まあサスケ来年は挑戦目指して筋トレしていこうかなと思います。さあ今日はね、2022年を振り返ってがテーマですのでね、送ってください。今週、こちら曲流していきます。今年2位ですね、この番組にかかった曲です。谷由紀 WXY。 外には出ないでよ、はえーメスナックとアルコールで乾杯をしよう。月で隠れないよ、輝きたい夢のように歌うメロディー、戯れる Slowly flowing me、 愛してるも通り越して、似た者同士越して、年老いるまで笑っていたいね。君がいなきゃ Lonely lonely day、 夢の中 Fall asleep in bed、 起こすからもさあ時刻午後6時21分お送りしております。今年ヤシノリ高校で2位とランクインされております谷由紀 WXY お送りしております。まあ、メッセージ紹介していきましょう。2022年を振り返って、こちら奥さん Thank you。 僕の1年はたくさんの出会いがありました。いい1年ね。1月にはユーモトヨハシものづくり大会ね、あケンジブッチユーモトヨハシ PR 大使やってます、よろしくお願いします。ユーモトヨハシを通じてヤシノミ高校やたくさんの地元企業と関わることができました。部活も通してつながりが増えていい年でした。めちゃくちゃいい青春をくれてる。まあ、大会とかがねだいぶ復活したからね今年。まあ、イベントとかでも3年ぶりとかいうその言葉がたくさん多かったとし、まあ、本当奥さん、まあ、高校生にとっては、奥さんをはじめとする高校生にとってもめちゃくちゃ充実した1年だったんじゃないかなと思います。奥くんはね、あのぜひともまたユーモトヨシが1月にあるんでね、その時にもぜひとも
頑張っていい賞を目指してほしいなと思います。ヒューモーセラシー PR 大使ケンジベッチが、1月になったらよりユーモトヨシを盛り上げていきたいなと思うんで、皆さんお楽しみにしていてください。奥さんメッセージありがとう。引き続きメッセージ受け付けております。 FM プラプラのアプリからハッシュタグ PM クでも OK、 インスタのコメントでも OK、 たくさんの方法で参加お願いします。お送りした曲は今年の音楽ランキング2位、谷ゆうき WXY でした。2時間目はい、2時間目です。お願いします。はい、皆さんこんばんは。アサラカードのお姉さんことゆきねえです。ヤシの実高校スクールオブ PM6 2時間目、ここからの時間はアサラカードのお姉さんのコーナーです。アサラカードの提供でお送りいたします。この時間一緒に青春の1ページを作っていくのは晴れて公式となったこの方です。どうも、サーラカードのお兄さん、ケンジウチです。お願いします。お願いします。今日はあの負けた人が今いますからね、目の前に、ミシニーが、負けたミシニーは撮影係でね、しっかりとカメラ押さえめといてくださいね。よろしくお願いします。お願いします、はいはい、さあ、ということでね、今年最後の放送ということで ね、なっております。2022年あっという間でしたが、うん、2022年の速度、あの何キロで表すと何キロぐらいの速度で駆け抜けてた？それはマックス何キロなんですか？あ、何キロでもいいですよ。え、うん、200キロですね。あ、なかなか速いね、はい、うん、車だとしたらもう本当に逮捕でもう免停のものだからね、はい、うん、そうですね。あっという間に過ぎたということで、じゃあ充実した1年だったってこと？そう、なんかいろいろあったような気はするんですけど、うん、全然覚えてなくて。覚えてないよ。例えば印象的なこととかないの？印象的なことか、なんか気づいたことはあって、今年気づいた大きなことがあって、私お肉大好きなんですけど。お肉が大好き、うん、結構焼肉屋さんとか行って、うん、まあ、結構惹かれるぐらいたくさん食べるんですけど。お、惹かれるぐらいたくさん食う大食いフードファイターってこと？ そうなんですよ、うん、でもなんか結構旅行先とかで、うん、あのブランド牛とか食べる機会が今年あって、うん、で、まあ、飛騨牛とか能登牛とか、うん、いいの食ってるね。食べたんですけど、うん、儲かってますって。なんか、うん、食べると、うん、気持ち悪くなっちゃうんですよね。あ、置いてますね。いや、嘘、そういうことですか、これは。え、油が追いつかないってことでしょ、言っちゃえば。能登牛とかね、飛騨牛とかいう、うん、いわゆるブランド牛っていうのはさ、やっぱ油が乗ってる肉だからさ、それ食べると気持ち悪くなっちゃう。うん、それ多分老いだね。本当ですか？胃が受け付けてないんじゃないのかな。結構私だけなんですかね。健常値はまだ大丈夫ですよ。本当ですか？たくさん食べ過ぎなければ。強がってますよね。強がってはない。本当に全然美味しく食べるよ。ただ、うん、あえて別ブランド牛じゃなくていいなとは思うね。そうそう。なんで高いものはちょっとだけ たしなむのが一番最高に美味しい、うん、ということに今年は気づきました。気づいた。あ、じゃあ大人になれたってことだね。そうですね。大人になりました。うん、高いものをバクバク食うじゃなくて、まあ、ちょっとずつ食うのが、はい、一番のたしなみだよという、そういうことです、ことに気づけた年。はい、それに気づいた年で200キロの速度で進んでたとは思えんけどね。大したことない1年だったかもしれないですマジか、はい、え、さあ、このお仕事的にはどう、コーナー的になんか思い出はあるものある？コーナーは、うん、まあ、お兄さん対決も最近やったね。お父さんも登場したね。今思えばお父さんも登場したし、うん、最初の頃はあの卒業生企画とか、あ、やったね、やったの懐かしいなと、うん、あの少女書いてもらって、書いたね、書いたね、はい、あの手書きでね、筆で、うん、難しい、初夏ケンジブッチがね、うん、うん、とかあとは何かありましたっけ。なんかそもそもめちゃくちゃやってるね、いろいろと企画。そう、いろいろ頑張りました、ね、今年も。じゃあ来年以降もいろんな企画やってくれるということで頑張ります、うん、どんなものがあります？まず第1弾今日発表するとして。あ、しちゃっていいんですか？はい、今やってるやつもあるんですけど、うん、どっちからいこう。今やってる、あ、これですか、うん、これこの前応募してた秘伝のカレンダーがあったかと思うんですけど、うん、はいはい、それを今回はあの抽選で2名様にプレゼント、このラジオのリスナーさん向けにやろうと思うんですけど、うん、番組宛てにメッセージくれた方か、あのハッシュタグ PM6 ハッシュタグ秘伝カレンダーでツイートしてくれた方に、うん、ケンジブリッチさんのサイン入りでプレゼントしちゃいます、うん、ケンジブリッチのサインだけでいいんすか？あ、うん、最近このゆきねえは今年はめちゃくちゃ反応されますからね、リスナーから。ありがたいことですね。エンジブイッチ&ゆきねえのサイン入りにします？いいですか私、まあ、要望がミシニーじゃなくていいですか？ミシニーも欲しいね。よろしくね。活字で普通に書くってよね。印鑑でもいいよって。綺麗な字で、はい、さあ、ということで、じゃあケンジブイッチとゆきねえのサイン入りの秘伝カレンダーが抽選で2名様に2名様にプレゼントというね、はい、
まあ、これもう年末なんでね、発送は来年とかになっちゃうのかな。そうですね、うん、届くなら来年ということで楽しみにしててほしいなと思います、はい、サイン付き。いさあ、いるかな私。いや、いるでしょう、いるでしょう、うん。さあ、他には何かありますか。他にはいや、食ってることはちょっと浜松方面の話になっちゃうんですけど、うん、あの煙鉄のラッピングバスが今サラカードの柄のやつ走ってるんですけど、うん、そのお店に、バスに掲載されてるお店を回ると、あの煙鉄百貨店の商品券などがもらえるというグルメラリーを開催しております。いいね、なんか全てが幸せだね。そう、うん、しかもお得に回れるんですよ、これ。クーポンをゲットして、うん、クーポンを使うとお店に回ったことになるっていう。あ、めちゃくちゃいいじゃん。ハンバーガーとかあるじゃん。そう、ハンバーガーとかパエリアとか、うん、あとうなぎの刺身。うなぎの刺身、すごい珍しいんですけど、うなぎを刺身で食べれるお店があって、すごい、ちょっと気になるな。うなぎの刺身気になるけど、このさ、61バーガーってやつ、はい、これめっちゃ気になってんよね。今日行ってきました。あ、行ってきたんだ、はい、美味しかった。あ、食べてはないです。食べてはないんだ。食べてきてよ。今日放送あったじゃん。あるって分かってたら食レポしてよ。テイクアウトしてきてくれればね、食レポしたんですけどね。サメサメのハンバーガーを、はい、うん、まあ、浜松の方ではこういうグルメラリーもやってますよ、はい、ということで、はい、2月の28日まで、はい、これはサーラカードの、はい、LINE を見ていただければ詳細載ってます、うん、うん、サーラカード LINE 公式アカウント登録してくださいということだね、うん、え、何人いった、ちなみに友達って今思えば。今4000、めちゃくちゃ増えたやん。ちょい、ね、去年2000人で。そうですね、年間2000人ぐらい増えてるからね。そういうことですね。5、いやはや、やっぱこれラジオのおかげですね。間違いないです、うん、完璧ラジオ、完璧ラジオですよ、はい、まあ、浜松でも始まったしね。そうですね、うん、ゆきね、1個言っていいですか。何ですか。去年このぐらいの時期にやった企画で、うん、宝くじありますよみたいなのあったけど、今年はないんすか。年末といえばやっぱ宝くじなんだけど。いい振り、ありがとうございます、うん、今年もやります。やります、はい。で、去年はちょっと私の計算ミスで、うん、驚くべき人数に当たってしまったので、私が発送がめちゃくちゃ大変だったっていう。何通やったんだっけ。何通、まあ、多分50件以上。やばいね。送ったかな、うん、あ、もっとだ。200とか言ってなかった。そうだ、マスクが。そうだ、うん、250件ぐらい私が発送やったんですよ。で、大変だったんで、今年は去年1から10の数字だったのを、うん、1から20の数字に。ああ、確率をね。ちょっと下げ目で、うん、はい、お送りします。この詳細はまた、はい、年明けぐらいに発表しますので、うん、はい。で、1月24日のこの番組内でまた当選数字を決定しようと思ってますので、この番組内でいいの。はい、イエーイ。じゃあまたビンゴのやつ回させてもらって。あ、そうです。あ、楽しそう。なんかまた動画撮って、動画撮って、ね、あれね、ヤシミ高校の公式インスタグラムに動画載ってんだけど、あれ4000回ぐらい再生されてんだよね。すごっ。謎にあれだけみんなお金が好きですね。好きなんだよね。うん、楽しみやなって思うね。じゃあその宝くじもお楽しみということで、はい、はい、いろんな企画がまだまだ盛りだくさんの、サーラカードとなってますんで、はい、皆さんカタカナでサーラカード検索して、LINE 公式アカウント友達登録したりとか、うん、Twitter フォローしたりとかだ、いろいろしてほしいなと思います。はい、お願いします。さあ、ということでね、もう時間になりましたけど、ゆきねえ、じゃあ最後に今年振り返って皆さんに一言お願いします。はい、皆さん今年1年もラジオを聞いてくださってありがとうございました。来年も続きますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。聞いてください。さあ、ということでね、サーカードお姉さん、次回来年は1月の10日からスタートになりますんでね、はい、ぜひともお楽しみにしてください。サーラカードのお姉さん、このコーナーはサーラカードの提供でお送りしました。ゆきねえ、今年もありがとうございました。はい、ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。一挙聞いてください。あ、こちらですね、コーナーですね。こちら、アイダイ、アイダイド文学部の時間です。4時間目。はい、4時間目です。よろしくお願いします。改めまして、サーラカードのお兄さん、そしてユーモ大使、 PR 大使、底辺 YouTuber ケンジブチです。さあ、ということでね、ゆきねえが謎に残ってしまったというね。いやいや、残ってしまいました。まあ、ということで、じゃあ残り15分ほどお付き合いよろしくお願いします。お願いします。じゃあこの時間残ったということで、はい、2022年振り返っていきたいんですが、はい、毎年恒例ケンジブリッジの1年を振り返っていこうということで、2022年のケンジブリッジを、はい、聞いてください。わかりました。ラジオ聞いてくれも聞いてください。2022年1月、ケンジブリッジはね、プロレス団体花鳥風月からレスラーとしてスカウトされました。マスクマンにならないかって言われて。ああ、プロレスラーとしてですか。そうそう、レスラーとして。その体型でいけるんですか。そう、もうちょっと鍛えればいけるよみたいな。なるほど。なので本当団体に入らないかって、本当ラジオに行こうかレスラーになろうか迷った1月だったなっていう。
やめて。やめました。はい。で2月にゆるゆると始めてた YouTube が、うん、チャンネル登録者数が100人突破しましたよっていう、検事口的に大きなことですよ。別に1万10万100万とか目指してたわけじゃないのに、うん、YouTube は100人突破っていうね。おめでとうございます。100人いっちゃったってなると友達以外も見てるやんってなって、あ、そうか、確かに、そうそう、ちょっと恥ずかしくなってきたなっていう、うん、銀の盾目指して頑張ってください。銀の盾って何人だっけ。30か50とか50万とかかな。そんなにかな、違うかな、マジ。なかなか先は長いね。はい、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします。3月にはね、うん、茨城県に旅行に行って、インド人にはフリスビーが流行っているっていうことを知ったっていう。フリスビー、うん、何投げてなかったですか、それ。フリスビーじゃなくて、フリスビーを投げて輪っかに入れるみたいな。何じゃなかったですか。何じゃない、何じゃない。うん、カレーじゃないよ。カレーじゃなかった、うん、よかった。で4月はこの市民劇団田尻一座という劇団に音響として劇団入りしたって、ね、ああ、なんかやってらっしゃいましたね。そう、もうこの時点でもプロレスと劇団とっていうね、すごい、もういろいろ活動が、もう終わり、この時間早っ。半年。5月が人生初ゴルフ、で6月は人生初の休みっていう仕事、休んだ。なんかありましたね、サボったやつだ。サボりじゃないんだけど、当日急遽休んだっていう人生初の、これ大事件。懐かしい。このコーナーも一周飛ばしてもらったっていうね、その説はお世話になりました。いえいえ、そう、本当に10年間やってきて初めてこう番組に穴開けたなーってね。ケンジブリッジもロボットではなく人間でしたっていうね。そうですね。あと下半期は後ほどね、振り返っていきたいですが、こちらヤシの実高校で第3位となります、今年かかった曲です、オッシャゲーランディズムミックスナッツ。さあ、これもね、この番組だけじゃなく、もう世間的に流行った曲です。アニメスパイファミリーの曲、オッシャルゲダンディズムミックスナッツ、うん、アニメ的にもね、スパイファミリーがめっちゃ流行った年だなっていう、うんうんうん、ロイド・フォージャー、ね、かっこいい、ヨル・フォージャー、アーニャ・フォージャー、ぜひともね、まだアニメやってますんで見てほしいなと思いますが、うん、ツイッターの方でも、奥さん、銀の盾10万人だって YouTube 失礼しました、全然じゃん。返事打ち9万9000900人、うん、足りませんよ。チャンネル登録よろしく。やば、うん、哲也、ケンジさん、プロレスよりもブレイキングダウン出てください。だからブレイキングダウンは怖いから無理だって。何ですかそれ。1分間殴り合うっていう格闘技、格闘技結構3分とか5分とかあるけど、うん、1分間を格闘技かどうかっていうのでいろいろと物議晒してるけど、うん、1分間殴り合うっていう競技、出たくはないなっていう。さあ振り返っていきましょう。7月ケンジブリッジ、ハンヤのカナヤンと、テレ朝のディレクターマサヤンとプリクラ撮ったっていう、おー、かわいい。謎な思い出ですね。で、8月はケンジブリッジ30歳になりました。で9月は我流展、ケンジブリッジ短歌人としてね、我流展、展示会ボリューム2で、10月は学生ですがマチョギャローズのプロレス興行、手伝った。で11月はミスター学園祭、初の名古屋進出っていう、名古屋の大学の学園祭で e スポーツの実況やってきたっていうね。で12月は高校生のものづくり全国大会、ユーモでスピア大使任命され、うんうん、サーラカードのお兄さん襲名してっていう。ああ、よかった、サーラカード入ってた。そうだ、12月はユーモでスピア大使とサーラカードのお兄さんになった、そんな年です。2022年もたくさんあったんで、来年2023年もいろんなことが起きる、そんな年にしていきたいなと思います。ぜひとも応援よろしく、チャンネル登録よろしく。お送りしたのはオシャルヒゲダンディズムミックスナッツでした。え、しょうがないで見てみてもいいですか。
5時間目。はい、5時間目です。お願いします。改めまして、ケンジムチショー、ゆきねです。お送りしております。ちょっと喋らないでもらっていいですか。すいません。あ、全然全然いい、全然いいよ。撮って言ったのに。ね、ツイッターではね、てつやがケンジさんペヤングごく激辛食べた動画あげたらバズるかもよっていうね、てつやが確かにサンプルにくれたんよ、これ。あ、食べてないんですか。まあ、食ってないね。あの、年内にやっとかんとダメだね。うん、うん、あと3日 ?4 日でやりますね。お、編集までって思うとなかなか大変だね。うん、けどやりたいなと思います。今日は辛いもの食うとお腹壊しちゃうんでね、そこがね。あ、意外とお腹弱いんですか。弱いね。意外、うん、意外ですか。意外です。辛いの食ったらみんなお腹痛くなるもんだと思うけど、私結構強いですね。本当に、うん、それ辛いの食ってない説があるね。いやいやいや、赤辛で言うと何辛食べてる。3か4。まあ、ケンジブチはお腹痛くなりますね。弱い。まあ、雪には強いってことで、はい、じゃあごく激辛食べてください。いやちょっとそれはまだ売ってんのかな。売ってたら、いやあれはもう辛いというか痛いじゃないですか。食べてください。いや、はい。言っちゃったね、入って。じゃあコーナーやりますかね、サラカードお姉さん。やめてください。うん、まあまあ、このコーナー、今年最後のコーナー行きたいなと思います。はい、悩める学生。さあ、悩める学生です。お悩みをただ聞くだけのコーナー。答えは出ませんが、悩みを人に話すとすっきりすることもあります。こんなお悩みをケンジブリッジに話してねというコーナーです。さあ、まずケンジブリッジのお悩みです。ペヤングごく激辛、賞味期限大丈夫かどうかわからない疑惑が出てきました。どうしたらいいんでしょうか。大丈夫、賞味期限は多少は大丈夫です。多少は大丈夫、はい、はい、賞味期限は多少は大丈夫、自己責任だからね。はい、はい、ではお悩みいきましょう。ラジオネームジジ、メッセージフォームからありがとう。私は今進路について悩んでます。うん、やる気が出ないので、やる気が出るような元気が欲しいですっていう、スマートなお悩みが来ましたね。うん、進路について悩む時期ではありますね。多分高校1年生、ね、高校2年生なのかな。うん、悩んでますと。悩んでるけどやる気が出ないから、とりあえずやる気が出るような元気が欲しいよっていう。うん、ゆきねえはこうやる気が出る、出したい時はどういう風に。やる気難しいな。でも美味しいものを食べましょう。美味しいもの食べる、はい、じゃあ野党牛、飛騨牛。あ、それは気持ち悪くなっちゃうんで。何を食うよね、美味しいものって。莫大的なアイディアじゃん。雪音的におすすめな美味しい、手頃な焼肉。手頃な焼肉。まあ、高校生でも手が届く焼肉ってことですね。うんうんうん、高いお肉はダメです。キングとかね、食べ放題とか。そうそうそう、そういう感じの、うん、で、やる気を出そうよっていう、うん、いいかもしれないね。ケンニーは、ケンニー、急にケンニー言いにくくないか。公式になったんで。それ言いにくくないか。ケンニーは公式になるとニーになるの。そうですね、今まで公式じゃないからケンジブリッジだったってこと。そうです、謎じゃん。さっき決めました。そ、うん、うなのね。じゃあ公式じゃないミシニーは、あの人何、じゃあもうミシマって呼べばいいのこれから。ミシマです。ケンジブリッジがやる気出すときはやっぱ漫画見るかな。漫画か。うん、やっぱ漫画って知恵が多いから、その漫画で知恵をもらってとか、うん、やっぱそれこそ青春もの、あのスポーツものとか見るとやる気がやっぱ出るかなっていう、そこからもらうかなっていう思いますが、うんうん、今日はね、あのしょぼギャローズ先輩からまたお悩みの答えもらってるんで、お悩みの答え聞いていきたいなと思います。しょぼさん、よろしくお願いします。ヘピアスマー、おい、そうだ、またこのしょぼギャローズ様にお悩みがあるようだな。進路について悩んでいて、やる気が出るような元気が欲しい。進路で悩んでいるのか、元気がないのか。おい、お前、どっちなんだ。まあ、このしょぼギャローズ様のお悩みの回答を聞けば元気が出た。それで頑張って希望の進路に進んだな。もちろんマチョギャロン様のこの分断に入るのが希望の進路だな。お前の入団待ってるぞ。凍りついた心に
や全然入ってこなかったんですけどなんて言ってました。まあとりあえずマチョギャローズ軍団に入ってこいっていうことを言ってましたね。なるほどあの学生でしたマチョギャローズの応援ぜひよろしくお願いします。一曲聴いていきましょう。今年ヤシの実高校スクラピムクで第4位めちゃくちゃかかりました。オシャヒゲダンディズムサブタイトル、やけどし空ほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど否定で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今きつく縛りつけんだよ。お送りしてます。今年ヤシミ高校でかかった曲第4位、オシャヒゲダンディズムサブタイトルお送りしております。ツイッターの方ではあの先ほどの悩みのね回答に関してコメントが届きますね。マチョくん何してんのっていう、これマチョくんじゃないんですよ皆さん。ショボギャローズというねマチョギャローズの弟子というやつがいたよね。ショボくんがやってますんで、ショボくんのこともぜひとも応援お願いします。ひょっとしたらねあのマチョギャローズとショボギャローズの指定対決が試合いつか実現する可能性もあるんでね。めっちゃ見たい。そう年末といったらやっぱ格闘技なんでね、格闘技のネタも多く聞きたいなと思いますけど。絶対待ってるやんショボくんね。けど分かんないよ。確かに意外と何があるか分かんないから、試合っていうのは、こちらサブタイトルに関してはこう下半期の本当それこそ年末最後の辺の曲なんだけど、ヤシの実高校でこんなにかかったんだなっていうのがすごい衝撃。今年1年けど、ヒゲダンが2曲入ってきたということで、やっぱ今年もヒゲダンは強かったなっていうそんな年になりました。お送りした曲はオシャヒゲダンディズムサブタイトルでした。さあということでね、年末といったらもちろん格闘技ということで、ラジオネームてつやのメッセージ、僕の2022年はボクシングと格闘技を7回観戦に行ってきましたっていうね。お格闘技のあの試合ってめちゃくちゃ高いから。あそうなんですね。哲也はこれ金持ちやで、7回も見に行ってるってことは。お疲れ様です。で特に6月に井上尚弥とドネア、これめちゃくちゃ高いチケットやで、で那須川天心とタケル、これもめちゃくちゃ高いチケット。哲也金持ちやで大晦日は井岡の試合を観戦して新年迎える予定です。それでは良い年を。まあ格闘技はねやっぱり、まあ、紅白っていう人もいるし、まあ、ラジオという人もいます。ケンジベッチは12月31日夜10時から年越しカウントダウン番組ありますのでね、ぜひとも聞いてほしいなと思います。雪にもぜひ聞いてください。わかりました。メッセージ送ってください。わかりました。2022年を振り返って、はい、でラジオの前にいるね、お父さんも2022年を振り返ってほしいなって思います。さあということでね、2022年ケンジブリッジにお付き合いいただきありがとうございました。また来年元気にお会いしたいなと思います。ヤシの実高校スクロー PM6、 この番組はサーラカード株式会社ウコラボ平松食品の提供でお送りしました。ここまでのお相手はケンジブリッジとゆきねえでした。また来年お会いしましょう。良いお年を。良いお年を。